その前の阪神戦は8回ですから、もうあのジャイアンツ戦も含めてここ4試合はクオリティスタートという形になりますね。はい、空振り三振です。138キロ、今のボール空振り、インサイドいいところからフォークが落ちました。空振り三振。これは岡島を三振に取ったボール、テーマを持って打席に入っています。空振り三振。スタンドの後方に比べると明らかに色が違います。高めの釣り球、空振り三振。引っ掛けたんですかね、はい、おー、振らせました。高め空振り、また釣り球だ。155キロ。この回も2三振、合わせて三振は7つ。打ち寄った、空振り三振。セドストライク、157キロ。そして今度はフォークボール、空振り、はい、バットが下に入ってますよね。そしてこの球、空振りだ。三振、5人連続三振。3巡目に入ってから誰も大谷に対して前に打球を飛ばせなくなってしまいました。三振、6人、早めに構えようとします。そんなタイミングで三振取りました。三振、ファールチップもキャッチャーのミットにボールが収まりました。15個目の三振を奪ってツーアウト。ジョーンズ4三振。汗、そして雨。ツーボールツーストライク。三振、159キロで締めくくりました。16奪三振、完投。大谷8勝目。最後の最後に159キロ、今日最速タイ。158で三振取れないんだったらもう一段ギア上げて159キロ。